アンドレア・バルツァディ、アンドレア・バルツァディ、1981年5月8日帯はイタリア・フィエーゾレ出身の元サッカー選手。元イタリア代表で2006年、2014年と2度ワールドカップに出場、2006年ドイツ大会の優勝メンバーである。ポジションはディフェンダー、CB、バルザーリとも表記される。17歳の時地元セリクラブのロンディネで、 キャリアをスタート。当時はミッドフィールダーとしてプレーした。同チームで経験を積み、2000年よりセリエ B の AC、ピストイエーゼにてプレーし、チームを率いたジュゼッペ・ピロンに気に入られ、ピロンがセリエ B のアスコリ・カルチョを率いる際に引き抜かれる。ここで TF にコンバートされると持ち味の強さと高さを発揮し、実績を積んで2003年に、 ルイジ・デルネール率いるセリエ A の AC ・キエーボ、ベローナへと移籍した。ルイジ・サーラからレギュラーを奪い取り、ユベントス FC へ移籍したニコラ・レグロッターリへの穴を埋め、第二のレグロッターリへと呼ばれた。2004年には、US ・チッタ・ディ・パレルモへと移籍、31年ぶりに、セリエ A へ昇格したチームながらも、上位進出をするチームの守備のようとして、急成長し、 イタリア代表にも名を連ねるようになった。2007年には、クラブのキャプテンも務めた。2008年に、故郷フィレンツェのクラブであるフィオレンティーナへと移籍すると思われていたが、パレルモのチームメイトで親友でもある、同じ DF のクリスティアンザ・カルドと共に5月8日、ドイツの VFL ボルフスブルクに、DF としては当時ブンデスリーが最高額、同時に、 クラブ最高額の移籍金銭4 0 0万ユーロとチーム内トップの年俸を400万ユーロで移籍。すぐにディフェンスラインのようとなり、1年を通して安定した守備を見せてリーグ戦全34試合にフル出場。移籍1年目にしてブンデスリーが優勝を成し遂げた。しかし、その後は故障や異国でのストレスによるモチベーションの低下もあって、 出場機会が減少し、2011年1月27日に、キエーボ時代の恩師デルネーリが監督を務める、ユベントスへ移した。2年半ぶりのイタリア復帰となった2010から11、シーズンの後半のみで15試合に出場した。デルネーリが退任し、クラブ OB のアントニオ・コンテが新監督に就任した、翌2011から12シーズンは、 DF ランの中心として35試合に出場。ユベントスの9シーズンぶりのスクレット獲得に貢献した。チャンピオンズリーグ3度の決勝進出、セリエ8連覇に貢献したが、2018から19年シーズンをもって現役を引退することを発表した。2019年9月25日、トップチームのテクニカル、コラボレーターとして、 ユベントスに復帰することが発表された。U-21 を経験後、2004年にマルチェロ・リッピ率いるフル代表に招集されている。同年にはアテネオリンピックに向けたメンバーにも選ばれ、銅メダルを獲得した。2006年にはドイツ W 杯のメンバーに選出。第 4CB ながらもアレッサンドロ・ニスタの怪我とマルコ・マテラッチの 出場停止の穴を埋める形で2試合に出場し、優勝メンバーとなった。ロベルト・ドナドーニ監督の下、UEFA ユーロ2008予選では7試合に出場し、本大会のメンバーにも選出される。負傷したファビオ・カンナバーロの代わりに、初戦のオランダ戦で、マテラッチとコンビを組出場するも、0から3の敗戦を喫する。この結果を受けて、2戦目以降は、 ジョルジョ・キエッリーニとクリスティアン・パヌッチが CB の座を務むベスト8まで進んだチームの中において自身は1試合の出場に止まった。大会終了後ドイツに身を移してからは教会スタッフが一度も視察に訪れなかったこともあってしばらく代表から遠ざかることになる。2011年10月7日に約3年ぶりに代表に招集されると UEFA ユーロ2012の予選2試合に出場。ユーロ2012本大会の直前に負傷し、出場が危ぶまれたが、グループリーグ第3戦のアイルランド代表戦により、スターティングラインナップに名を連ね、クラブでも同僚のジョルジョ・キエッリーニア・レオナルド・ボヌッチと共に、ディフェンスランを形成。決勝で、スペインに大敗したものの、準優勝を果たした。 2014年ワールドカップブラジル大会でもレギュラーとしてプレー。2016年 UEFA ユーロ2016大会後に代表から引退することを発表した。UEFA ユーロ2016のメンバーに選出され、レギュラーとしてプレーした。しかし代表監督ジャンピエロ、ベントゥーラの説得により代表引退を撤回し、2016年9月の フランスとの親善試合でプレーした。2017年 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のプレーオフに敗れた後に代表引退をした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。